おおははようございますすこみのレータッキンですえ今日はですね2024年前期保育の心理学問い2です乳児期の聴覚とか視覚の、えー、特徴っていうところの解説を行いました結構面白かったので是非今日も一緒に学んでいってもらえたらと思いますではどうぞ 2024年前期保育の心理学問いに、次のうち音声近くの発達に関する記述として、適切なものを丸、不適切なものをバフとした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、生後間もない乳児でも、母語とそれ以外の言語を聞き分けられるのは、養育者の話し声から、その言語特有のリズムパターンを学習しているからである。 B. 乳児の視覚機能の発達が早いのに比べ、聴覚機能の発達は生活リズムに適応する過程を経て生後1年までに徐々に発達していく。C. 乳児の音の好み、聴覚的選好を調べた結果、女性の高い音域の声よりも男性の低い音域の声によく反応することが分かった。D. 乳児に同じ刺激を反復提示すると慣れてきて注意が低下し反応が減少する。 はい、これ3番のですね、丸、バツ、丸が正解になりますえ。今回のポイントなんですけど、乳児の聴覚とか視覚の特徴についてどれだけ理解しているかっていうところがポイントになってきます。そんな難しい問題じゃないんかなって僕的には思ったんですが、まあ人それぞれだと思いますので、今日も一緒に勉強していきましょう はじめにですね、乳児期の聴覚ですね、耳の発達の特徴なんですけど、実は胎児の時から聴覚は発達しているらしくて、胎児期、お腹の中にいる時に声を弁別して聴取する能力を持つことが分かっているらしいです。どうやって調べんねんてね。 母親の声とかマザリーズってこう赤ちゃんに対して大人の人と大人の人が喋る喋り方と母親の声とかマザリーズって言って赤ちゃんに対して大人が喋る喋り方あんなにでちようみたいな喋り方のことをマザリーズって言うんですけどそういったことを好むらしいですこれはあの胎児期お腹の中にいる時に母親の声と違う人の声を聞き分けているからって言われています なので C の乳児の音の好み、聴覚的選考を調べた結果、女性の高い音域の声よりも男性の低い音域の声によく反応することが分かったんじゃなくて、これは女性の高い音域をより好むっていうことが分かりました。なので C はツになります。で、いつからこう日本語とか英語とか聞き分けられるようになるっていうとこなんですけど、 次ですね、聴覚の発達の特徴で、言語の聞き分けっていうところなんですが、もう生まれた数からですね、新生児から入児期の前半、6ヶ月頃までは、母語、日本語とかに存在しない全てのことを弁別することができるらしいです。 ただそういうのを別できるんですけども入児期の後半6ヶ月以降ぐらいは養育者などの話し方とか周囲の大人が話している言語を聞き分けていてその言語に特化した音声のパターンを獲得していくっていう形らしいですで実験があって日本語圏の6ヶ月のお子さんと12ヶ月のお子さんを対象にした実験なんですけど R と L の弁別能力を調べた結果 が、6ヶ月時の時点では R と L の弁別ができたらしくて、で、12ヶ月時の時点ではできなかったらしいんですね。四覚強小化っていうらしいんですけど、まあよかったら覚えてください。なので、A の問題なんですけど、生後間もない乳児でも、母語とそれ以外の言語を聞き分けられるのは、養育者の話し声から、その言語特有のリズムパターンを学習しているからであるっていうのは正解になります。 次、視覚ですね。目の発達の特徴なんですけど、生後間もなくはまだ物の形がぼんやり見える程度らしいですね。そこから発達していって、3ヶ月頃には0.02ほど、それでも全然見えてないって感じですけど、半年頃ですね、6ヶ月頃では0.06程度になって、で1歳頃には、0. 0.2程度になるって言われてます。 で、2歳頃は0.4程度になって、でそこからぐんぐん伸びて、6歳頃には大人と同じ程度になるんじゃないかっていうふうに言われてます。なので、B の問題ですね。乳児の視覚機能の発達が早いのに比べ、聴覚機能の発達は生活リズムに適応する過程を経て、生後1年までに徐々に発達していくんじゃなくて、 これはですね、聴覚はもう胎児の時から発達していってるので、比べると視覚よりも聴覚が発達が早いんではないかなということで、B は×になります。で、目がどんだけ見えるかっていう以外にも、視覚って他にも力がありまして、ピント合わせる力とか、ものを立体的に見る力っていうようなところなんですけど、 調節反応ですね。距離に応じてピントを合わせていく力は生後2ヶ月頃から始まるらしいです。で、4ヶ月頃には正確にできるようになるよっていうところです。で、両目指機能ですね。左右の目で見て遠近感とか立体感っていうのを捉えていく力になるんですけど、これも生後3ヶ月から5ヶ月頃から急に発達していって、 で、4歳頃には大人と同じレベルになるよっていうことらしいですね。ちょっと問題とは関係ないんですけど、入れときます。次ですね、純化っていう言葉がありまして、ちょっと心理学の言葉なんであんま聞き慣れないかなと思うんですけど、要は刺激への慣れのことですね。同じ刺激を何回も何回も繰り返してるうちに、その刺激に対する反応が低下していく現象です。何度も同じ景色を見ているとだんだん見飽きてくるよね、みたいな。 例で言うと、花火大会、最初は感動したけど、ちょっと慣れてきたかな、みたいな形ですね。いないいないバーも何回もしてたら、ちょっと子供も、もうえって、みたいになってくるって感じです。なので、D の問題ですね。乳児に同じ刺激を反復提示すると、慣れてきて注意が低下し、反応が減少。するですね。いないいないバーを何回もやっていると、もう飽きたでってなってきます。それが順化っていう言い方をします。 ちなみに、脱純化と反化っていう言葉もありまして、ちょっと問題とは関係ないんですけど、一緒に覚えていってもらえたらと思います。まず、脱純化なんですけど、ある刺激に純化している状態ですね。もう見飽きたって、みたいな、花火見飽きたってっていう状態から、与える刺激に変化を加えると、その刺激に敏感に反応する傾向を脱純化って言います。 純化してる、もう見飽きたってって思ってる状態で、また新たに新しい刺激を加えると、普通よりも敏感になるらしいです。で、最初花火大会ですね。途中飽きてきたけど、純化してるけど、フィナーレ最後がもうより大きくてよりいっぱい上がった やばかったなっていうのがいきなりフィナーレを見るんじゃなくて最初に見てから最後を見るみたいなのがストーリー性があって面白いとかより感動したみたいに思う時あると思うんですけどあれが脱巡回と思ってもらえたらいいんじゃないでしょうかで次ハンですねハンは刺激に一度も慣れた状態だと似たような状況になっても同じように巡回が適用されるみたいなことをハンって呼びます 例えば、家で挨拶しなさいよって言われてて、挨拶してたら、言われなくても親戚の家とか学校でもどんどん挨拶ができるようになるみたいな、そんな感じですね。まあ、だから、よそでもどんどんできていくようになるっていうことを反課と言います。はい、以上で問題振り返っていきましょう。まずですね、正御間もない乳児でも母語とそれ以外の言語を聞き分けられるのは、養育者の話し声から、その言語特有のリズムパターンを学習しているから、これは合ってました。 次ですね。乳児の視覚機能の発達が早いのに比べではなくて、これは聴覚の方が早かったと思いますので、×です。次ですね。乳児の音の好みは、女性の高い音域の方がより好んでいたと思います。女性の声はマザリーズを好みますので、C も×です。 はい最後ですね「入字に同じ刺激を反復提示すると慣れてきて注意が低下し反応が減少するいないいないばーを何回もやってたら飽きてくるよ」っていうことで「D」は丸になって3番の丸「丸××丸っていうのが正解になります皆さん今日もお疲れ様でしたまた他の動画で会いましょうではバイバイ